おはようございます。黒バラ軍団の一斉です。本日のターゲットホールはメトログラッチャー尼崎スロット専門店さんです。朝一の抽選番号は約50人中9番でした。本日の立ち回りなのですが、10日前5日前前日としっかり下見を重ねた結果、すぐに判別の効く台よりも判別に少し時間のかかる台によく高設定が入っていると見受けられましたので、そのあたりを狙っていこうと思います。候補としては窓2、R2、このあたりが取れればいいなと思います。2連勝目指してしっかり立ち回っていきますので、本日もよろしくお願いいたします。朝一一番初めに埋まったのは北斗の宿命と番長とコードギアスですかね。狙いとしては間違ってなかったのではないかと思います。まあ、6号機は軒並みユリカランプが消えているので、まあ、分かる範囲では前代リセットということになりますね。入場が終わり店内を一周したんですけれども、番長3、絆2、R2、北斗宿命が埋まっている状況です。リセット状況に関しましても、隣のコードギアスが、朝一がっくんし、見えてる6号機に関しましても軒並み有力化ランプが消えている状況です。なので前代リセットなのではないかなと思います。一つ気になる点といたしましては、窓2にまだお客様が座られていないんですけれども、そのあたりも少し気にしながら、コードギアスの設定判別をしていきたいと思います。それでは、打っていきたいと思います。朝一は学園しましたので、こちらの台も、隣と一緒のセット変更かと思います。この台を打ったもう一つの根拠なんですけれども、過去に5番台がよく入っているという傾向がありましたので、この台も115万台ということで、そちらも視野に入れながら打っていきたいと思います。まだ回転数の浅い中、現状4台中2台が ART 中で、その中でも角台が最初景気は分からないんですけれども、リベリオンアタックを、経由せずに ART に入っているので、直撃だとしたら、かなり設定差のある部分なので、全体系ということに、関しまして言えば、かなり、期待を持てるのではないかなと思います。暑いですね。スイカ249ゲームスイカで、253ゲームスイカで赤7ですね。結構設定差の大きいところですね。多分朝一のポイントを取ってたのと、今のチャンスボーナス中のチャンスリプレイでリベリオンアタックに当選しているのではないかなと思います。まあ、一番上でも 40% ぐらいなんで、まあ、入らないことも多いんですが、何度か高設定を打った時はしっかりリベリオンアタックが
RT につながるイメージなので、これはリベリオンアタック入らなかったってことになるんですかね。157ゲーム追加。追加青ならですね。159ゲーム追加から青なら。89ゲーム、上の C2 のランプですかね、光ってチャンス目ですね。92ゲーム、チャンス目から。今開店から1時間半ほど経ったんですけれども、コードギャスに関して角の朝一直撃、してた台が、今やめられましたね。まあ、他が悪かったのか分かんないんですけれども、あ、それでも今この台はまだ ARD は入っていないものの、特定ボーナスを2回引いているので、まだまだ可能性はあるので、この台頑張って打っていきたいと思います。今開店から2時間ほど経ったんですけれども、一旦この台を止めて、周りの状況を見に行きたいと思います。朝一埋まっていた、北斗宿命も、時間12時現在で今埋まっている台はこの2台だけになってますね。一応候補として挙げていた窓かまいたに関しても、4台とも埋まっているんですけれども、まあまだ現状は分かんない状況ですかね。朝一から全体埋まった絆2なんですけれども、このお店様の傾向的に9台以上の多い機種に関しましては全台というよりも塊で入る傾向が強く、72番台から75番台のこの3台に関しましても、かなり高挙動で動いております。僕の R2 に関しましても、4台中3台、しっかり朝から稼働しており、まだまだ全台系の可能性残っていますので、しっかり判別して、この後も頑張っていきたいと思います。412ゲームチャンス目から、19ゲームチャンス目から赤だですね。ART は入らず180枚獲得です。97ゲームチャンス目からレギュラーボーナス、61ゲームチャンス目からレギュラーボーナス、417ゲームチャンスチェリーからビッグボーナス、もうちょっと早かったら45ゲームレギュラーボーナス、16ゲームリベリオアタック突入です。
6回目ですね。6回目のリベリアンアタックもスルーです。6回目のリベリオンアタックの引き戻しですね。49ゲーム一応設定差のあるところなんですけど、まあ、6で 10% とかなり低いんで、まあ、ないよりはいいんですけど、引き戻しのリベリオンアタックもスルーです。何も引いてないんですけど、ボーナスじゃない。引き戻しの引き戻し薄いとこを引いてるのか、いけそうですね。通算8回目のリベリオンアタックで、110ゲーム持ち球でブラックリベリオン突入です。4個でスタートですね。バトルピース5個で、バトルです。緑原子なんで 50% ですね。50% 通せて、継続です。ギア3プレイからバトルピース1個、もう1個ですね。3個目ボーナス単独、チャンスチェリー、多分単独赤だなんですかね。ボーナス中にバトルピース2個獲得してトータル300枚です。
バトルピース10個でバトルです。バトルピース7個残して継続です。C2 が紫光ってますね。チャンス目、チャンス目からレギュラーボーナス、レギュラーから3つゲットして、トータル366枚です。4個使いましたね。あ、せっかく貯めたバトルピースが、でここでビスマルク、うまいんじゃないですか。スイッと合う。3戦で492枚獲得で RT 終了です。68ゲーム、チャンスチェリーです。ゼロの指令室できましたね。引き戻しですね。ギアスリープレイから10個ですね。さっき ART 引き戻しと打ったんですけれども、その前にチャンスチェリーを引いてたので、そこからの直撃の可能性も考えると、チャンスチェリーからの直撃、チャンス目からの直撃確率っていうのは設定1から6で一応3倍ほど設定差がありますので、まあ、どちらにせよ、高設定強度かなと思います。16個でバトルスタートです。1個増えて17個ですね。チャンス目で
武器を破壊したんで、ボーナスはなかったですけど新キロチャンスですね。9個ですかね、使いましたけど、継続です。大体約 20% ぐらいで新キロに入るんで、それ取ると全然違うんですけど、とりあえずですね、11個でバトルスタートです。9個使って継続ですね。11個使って、継続です。ビスマルク以外なら可能性あるんですけど、チャンス目50、赤なんで 75% で継続します。チャンスアップですね。大丈夫でしょう。全部使いましたが継続しました。ここでビスマルク倒して継続です。5戦の引き継ぎで981枚で終了です。
引き戻しのリベリオンアタックも確認していなかったので一旦周りを見に行きたいと思います。朝一番台だった絆2なんですけれども、現状打っているお客様は1人しかおらず、携帯サイトの方でデータを見たところ、あっても4かなというグラフなので、この絆2から最高設定を見つけるのは今のところ難しいかなと思います。朝一、埋まっていた北斗宿命も、打っているお客様は3名様、その中でも初当たりはついてるんですけれども、最高設定かというと、いやそうではないような感じですね。先ほどクレアの表でやめられてしまったんですけれども、クレアの氷殿 VS 日暮と、この3台並びで、ガスさんもクレアに関しては4か5ぐらいなんですけれども、VS と日暮に関しましては、6でもおかしくないガスさんをしていますので、この後、どういうふうに動くのか、しっかり、見ていきたいと思います。朝一狙い台の、もう一つの候補だった窓マギ2なんですけれども、今現状4台中3台稼働してまして、一番出てる右の台、携帯のデータサイトで見たところ一撃ではないので、まだまだ可能性があると思いますので、この後もしっかり注目して見ていきたいと思います。朝一の狙い台だったコードキャスト R2 なんですけれども、現状動いているのは4台中3台、116番台と117番台に関しましては ART の初当たりも軽く、僕が打っている110番台に関しましてもリベリオンアタックの当選率はかなり低いのですが、その他の差がまだ打てるのではないかなと思いますので、まだまだコードギャス R2 を打っていきたいと思います。時間もまだ4時半ぐらいで、まだこの R2 引き続き打っていくんですけれども、もし仮に時間が少なくなって閉店に近づいた時に移動する候補としてクレア眠り、日暮し VS と3台を移動先の候補に考えながらこの台を打っていきたいと思います。302ゲームチャンスチェリー、305ゲームチャンスチェリーから、レギュラーボーナス持ち球です。16ゲームチャンスチェリーからハイパービッグボーナス、141ゲームチャンス目からハイパービッグボーナス、ブラックリベリオンを10回やった中1回しか入らなかったんですけれども、今もスイカかなと、特定ボーナスはこれで4回目ですかね。で他の下も強いですし、何よりもこのコードギアス R2 の島4台中、僕の台を含めると、もう3台が、一応出玉を持ってますし、116番台117番台に関しては、ARD の初当たりが、なかなか優秀で、そんな風なことを考えると、この台もまだ、いい台なのではないかなと思いますので、この台をもう少し打っていきたいと思います。16ゲーム11回目のブラックリベリオン、リベリオンアタックです。ごめんなさい。最終ゲームに引いたチェリーですね、で、ボーナス当選して、チャンスゾーン中に、ボーナスなんで、RT も確定です。ギアスバーストで、ピース3個、トータル115枚で RT スタートです。
チェリーからはカナダですね、このボーナスではバトルピースを2個ゲットしました、トータルで349枚獲得です。今のビッグボーナスで投資が1150枚なんで、3枚的にもまくりましたし、このまま、プラスポイント稼げるように、頑張っていきたいと思います。11個使って継続です。14個でバトルスタートです。歌変わったんで、継続確定ですね。バトルピース1個で、まあ、ゼロなんですけど1個で、バトルです。対戦相手はビスマルクですね。終了画面も普通で2連の520枚でした。現在時刻は6時半ぐらいで今プラスの状態なんですけれども、現状コードギアスが全台機で間違いないと思います。234ゲームチャンス目からカナダ、132ゲームスイカレギュラー、164ゲームチャンス目からカナダ、36ゲームチャンス目からカナダ、14分の2ですかね、1回ボーナスやったんで、14分の2ですね。45ゲームブラックリベリオン突入です。バトルピース1個で継続です。チェリーから5個、20ゲーム中断チェリーですかね。
C2 揃いで SP ピース1攻略です。C2 揃いで SP ピースやっとです。これで2攻目ですね。バトルピース3つと C2 揃い2回の SP ピース2つで、トータルが566枚です。さっきの中段チェリーの分の SP ピースがここでもらえます。18個でバトルスタートです。3つで継続ですね。8000、1007枚で終了画面はこう設定したです。71ゲームリベリオンアタック、ART 後の引き戻しですかね。リベリオンアタックはスルーです。この台なんですけれども、特定ボーナス5回、リベリオンアタック失敗時の引き戻しが3回なんですけれども、リベリオンアタック自体の当選率が15分の2という結果になりました。コードギアス自体前代系で間違いないと思いますので、そのあたりを加味してこの台の設定は4なのではないかなと思います。周りを見回った結果、打てそうな台もないので、この辺りで実戦を終了したいと思います。本日の獲得枚数は1908枚でした。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなのですが、朝一狙い台だったコードギアスを終日打ち切らせていただきました。結果的に設定4なのではないかなと思いましたが、狙い通り前代系の島に座ることができて、サマイもプラスにすることができました。結果なんですけれども、投資1150枚、回収1908枚、サマイプラスの758枚という結果で終わることができました。本日勝利いたしましたので、合計6ポイントとなりました。次回も勝利目指して頑張っていきますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。